エニャンスタニスラス・ジュリアンはフランスの東洋学者。アベル・レミューザを継いで19世紀フランスの代表的な中国学者として活躍した。ジュリアンはオルレアンに生まれた。本来の名はノエルだったが、アメリカで死んだ弟の名を引き継いだ。3歳の時に父を失った。オルレアンの神学校で教育を受けた後、1819年か1820年頃にパリに出て、 コレージュド・フランスで古典を学んだ。1821年から同校でギリシア語の助手を務めた。中国語はアベル・レミューザに学び、早くも1824年に帽子の一部をラテン語に翻訳している。1827年にはフランス学習図書館に職を得た。1832年にレミューザが没すると、ジュリアンはその後を継いでコレージュド・フランスの 中国学教授に就任し、没するまでその地位にあった。翌1833年には、非文文芸アカデミーの会員に選ばれた。1845年に、王立図書館の官籍の管理者を務め、1852年に、コレージュド・フランスの学長に就任した。1863年にレジオンドヌールのコマンドゥールに叙勲された。同年アントワーヌ・バザンが没したため、 バザンが勤めていた東洋言語特別学校の中国語教授を兼任した。1873年に没した時に中国語の表現を集めたカード25万枚を残した。哲学書では、孟子、大乗漢王編、老子道徳教を翻訳した。ただしいずれも書訳ではない。文学では、新代の白和小説、平山霊、燕、玉教里、 白蛇世紀や原曲、上司小児、灰竹縄木、清掃機を翻訳した。1830年代後半にフランス農務省からの依頼によって、ジュリアンは養蚕に関する貫石であるクワゴ州洋を翻訳したが、すぐに英語、ドイツ語、イタリア語、ロシア語に重役された。他にも中国の伝統産業に関する著書がある。ジュリアンはサンスクリットを学び、 中国とインドの関係について研究した。ジュリアンは最初に現状に注目した西洋人だった。ジュリアンはいくつかの中国語文法書を書いた。特に1869から70年に出版された漢文指南は長い間使われた。教育用に三事業、千字文の本文と訳中を出版している。碑文文芸アカデミーは 1875年以来、中国学に優れた功績を挙げた人物に対して、スタニスラス・ジュリアン賞を授与している。第一回は、ジェームズ・レックが受賞した。当初は受賞者は主に西洋人だったが、最近は中国人自身の研究が受賞することが多くなっている。日本人も、関野正、高楠淳二郎、羽田徹、吉川幸二郎、藤枝明、 宮崎一さだらが受賞している。ありがとうございます。